続いては JPX デリバティブフォーカスのコーナーです。お電話でお話伺ってまいります。この時間のお話はマーケットエッジ代表の小菅勉さんです。小菅さん、はい、こんにちは、よろしくお願いいたします。はい、こんにちは、お願いします。WTI 原油なんですけども、だいぶ底堅くはなってきているんですけれども、また今一つ上にはなんか突き抜けるような感じではない、まあちょうど中断値固めという感じでしょうかね。これ先週あたりからの動き見てますと、まあ、直近高値が7月6日の 76.98 で、はい、で一方で安値が8月23日の 61.74 なんですが、まあ、足元大体70ドル前後で推移してますね。あ、はい、ま、もう少し調整品が必要なのかなというふうにも見えるんですけれども、どう見たらよろしいでしょうか。まあ、結局まあずっとまあ新型コロナウイルスの影響なんですよね。ああ、やっぱりそういうことですね。ええ、まあ、日本の方は少し収まってきましたけど、ええ、アジア地区はまだ厳しいというのと、はい、あとアメリカの方でもやっぱり株の方でもちょっと影響出てますけど、やはり少しちょっと影響出てるということで、やっぱり需要サイドの懸念が上に圧迫しているところですよね。あ、デルタ株の拡大が続いているので、はい、それが需要の減少につながっていくんじゃないのかという警戒感ですかね。はい、あ、で一方でやっぱり下で支えているのが8月末のハリケーンの影響ですよね。はい、おお、はい、こちらの方で供給不安が少し高まってますので、まあ、なかなか崩れないというそういった状況になってますよね。あ、まあ、かなり、深刻な状況でもありますもんね、被害は、はい、そのハリケーンの影響なんですけれども、はい、ちょっと整理していただけますかね。そうですね、普通ハリケーンというのを、まあ、襲来してもすぐ復旧するんですよね、生産というのは。そうですよね、大体が、はい、まあ、一旦は従業員が退避するんですけど、まあ、通過したら戻ってきて生産回復とって、ただ今回ちょっと違うなっていう状況になってるんですね。おお、そうですか。でこれご用意したのがメキシコ湾の原油と天然ガスの生産の停止の比率なんですけど、はい、これやっぱり先週末の時点でも 60% ぐらいが止まってると。おで週明けの最新のデータでも 48.56% という 50% ぐらい止まってるんですね。おー、もうハリケーン通過して2週間経ってるんで、はい、それでもやっぱり半分が止まってるというのはちょっとやっぱり異常な状況ですよね。あ、そうなんですか。なんでなんですかね。まあ、結局やっぱり大型ハリケーンだったんですよ今回、はい、それによってやっぱり施設が破損したというのもありますし、あとパイプラインが結構破損したようで、原油のなんかあまりメディアで報じられてないんですけど、原油の漏洩事故とか出てますんで、これがやっぱりちゃんと動かせるのかどうかというのを今チェックしているのに時間がかかってますよね。ああ、そういうことですか。まあ、その影響がどうなるのかまだ読み切れないところがあるわけですね。そうですね。来週どれぐらいまで改善しているのかというのはなかなか読めないものですから、この辺やっぱり原油、まあ、石油製品の需給がちょっと混乱するんじゃないかという警戒感が強くなってますよね。ああ、それとともに一方では天然ガスの価格が上昇しているようですね。そうですね、これもまあ同じ要因なんですよね。はい、もともと今年やっぱり熱波の方があったんで、はあはあ、天然が高めに推移していたんですけど、もうそれがもう一段階上がってると、普通この時期ってやっぱり気温が安定するんで、天然ガスって下げやすいんですよね。あ、そういうことですよね。はい、空調用の電気がなくなってくるんで。そうなんですね、はい、それは今年はやっぱり天然ガスの方もメキシコ湾の生産は全然追いついてないもんですから、まあ、一応やっぱり高騰相場になってしまっているという。あ、これもハリケーンの影響なんですか。もう供給不安ですよね。供給不安に、はい、あ、そうですか。まあ、原油だけじゃなくて天然ガスについても影響が出ているということなんですね。はい、そうしますと大体今回の問題含めて、どんな影響が出るのかというところですかね。これそうですね、だから供給不安はどこまで織り込んでいくかというそういった状況ですよね。ああ。過去の例から見ても今回の影響はかなり被害が大きく出そうなんですか。そうですね、あるいは影響が、ルイジアナ州直撃したものではおそらく過去最悪だって言われてます。あ、そうですか。はい、はあ、で今回ご用意した表まだちょっと今回の分は数字出てないんで入ってないんですけど、はい、もうこれがやっぱり見てみると大体2010年代とか最近のものが多いんですよね。ああ、そうですね、上の方にあるのは2010、2番目が17年、
普通に考えるとやっぱり治水とかの技術が発達するんで、ええ、被害と抑えられるって見られやすいんですけど、ええ、実際にはなんかどんどんここ最近になると大きい被害が出やすくなってるんですよ。おー、これは明らかにもう気候変動要因の問題だろうという見方が一般的です。ハリケーンの規模が大きくなってきているということ。発生の数も多いし、数も多いし、はい、はい、その意味ではまず今年もこの先あるかもしれませんね。そうですね、やっぱり9月はまだ注意が必要だと思いますね。あ、そういうことなんでしょうかね。まあ、それが全体としてあのエネルギーの需給に影響を与えているという。そうですね、まあ、気候変動の影響でやっぱり供給不安がすごい高まっているというのが一つあって、もう一個これ下からの流れなんですけど、気候変動対策で石炭火力とかを止めようという動きがあるんで、はい、そうですね、今世界的に LNG の需要がすごい増えてるんですよ、液化天然ガスの方は。そういうことですね。だからこれ気候変動要因問題で需要は高まっているのに今供給が落ち込んでるっていう、ちょっと厳しい状況になってますね。あ、そうですね、まあ、日本でもそうですもんね、 LNG 取りに行くという形 ですね、はい、相対的に、まあ炭素、脱炭素に近いというところで、はい、天然ガスが、まあ、需要中心になり始めているということですもんね、はい、そうですね、いきなり脱炭素全部行くわけいかないものですから、はい、まあ、その過程でやっぱり LNG というのを有力視されてるんですけど、意外とやっぱり供給が脆弱だなというのが、まあ、露呈したのが今回かなと思って。ああ、そういうことですね。まあその意味では一緒なんですよね、原因も、あの天然ガスも、はい、ね、そしてそうしますとどうですかこれ、在庫も減ってるんですね、自分ね。そうですね、原油価格って上げ一服になってるんですけど、在庫はその間もずっと下がってるんですよね、でこれハリケーンで何が問題かというと、原油の生産と製油の回復のバランスなんですよね、はい、どういうことかというと、原油生産の回復が遅れて、製油所が先に動き始めると、原油在庫って一気に減るんですよね。おで、だ今回はおそらく原油生産の回復よりも、製油所の生産の回復の方が早いって見られてるんで、はい、そうすると供給が抑制されて需要が回復してくるっていう、まあ、時期逼迫の典型的なパターンなんじゃないかという見方が今原油相場を押し上げている要因ですよね。あ、そうですか、製油所の方の生産が先に回復する。はい、ああそういう流れになるんですね。はい、あ、その意味では需給はさらに、タイトになってくると。そうですね、まあ、これあくまでも短期要因なんですけど、先やっぱり需給がちょっと引き締まるじゃないかという見方から、まあ、これまでやっぱり需要不安で上値を抑えられていたんですけど、逆になんか底堅くなっていて、はい、その今のハリケーンのによるその、まあ止まってる状態はもう早晩解決されますよね、はい、解消されるんでしょうね、きっとね、そんなに立たずに、そういつかは解決するんですけど、これ市場関係者の見方だとやっぱり9月末ぐらいまでもしかしたらちょっと続くのかなという。おお、あ、そうですか、はい、まだまだちょっと厳しい状況が続きそうですね。そうですね、はい、で、サウジの状況はちょっと簡単に触れていただけますか。そうです、これサウジのこれ公式販売価格というのがあるんですけど、これアジア向けの出荷価格引き下げてきたんですよね。おうおうおう、これまでずっと、まあ、ドバイ産、オマイ産、ドバイ産に対してプレミアムを送ってたんですけど、10月に関してはむしろ値下げするって発表したんですよ。おう、でこれクウェートなんかも追随してるんですけど、これ何にするかというとアジア地区でおそらくそんなに売れてないんだろうという、売れないからディスカウントして、まあ、シェアを確保しようとしてるんだろうという。そうですか、はい、だこの辺からやっぱりアジアの需要弱いんだねっていうのがマーケットがすごい警戒している状況です。ですかね。一方でサウジは欧米に関しては引き下げやってないんですよ。だアジアは引き下げてるんだけど欧米は据え置きということで、おそらく欧米の需要はそこそこしっかりしてるけどアジアの需要はダメっていう、結構地域間の格差が大きくなってますよね。その意味では確かにマーケットの状況をしっかり把握しているということですね。そうですね、わの思いけどなんか下げないという中途半端です。目先のポイントはどんなところを見てらっしゃいますか。もうやはりまあコロナの要因ですよね。コロナですね、
これ今、あちこちやっぱり少し収まり始めてますけど、これがまあちゃんと収束に向かうかどうかですよね。はい、どうしてもこれ、1ヶ月後どうなってるかって誰も予想できないものですから、そうですよね。なかなか長期の見通しが立てづらい状況なんで、まあ、これやっぱり緩和してくると下に固まってきますし、もしなんかとんでもない変異種が出てきて、まあどんどん感染広がっちゃうともう、ちょっと下が見えなくなってきてしまうという。わかりました。当面はコロナの感染拡大、デルタ株についてちょっと、まあ、要注意というところでしょうかね。そうですね。わかりました。はい、ところで今月21日に CME の原油先物、上場するんですね。新規上場。そうですね。大阪取引所の方に新しい先物取引が上場します。お、来週ですね。来週の火曜日ですね。火曜日ですね。はい、結構画期的なことですね。そうですね。これ事実上これニューヨークのナミクスの原油と同じ動きするんですね。これ下にちょっとチャートご用意しましたけど、はい、これ CME 原油先物の構成比率どうなってるかというと、WTI 原油が 72% なんですね。WTI が、はい、72%、あとガソリンが 13%、ヒーティングオイルが 15% なんですけど、これガソリンヒーティングオイルって基本的にもうニューヨーク原油と連動しますんで、これ投資対象と見ると事実上はもうニューヨーク原油に投資できる商品と評価できるのかなと思います。大阪取引所でもって WTI 原油に投資できるという考え方でいいですか。日経225とか金とか、ちょっと同じように取引できるようになります。まあ、それで、あれ、なんかセミナーがあるそうですね。そうですね。今週土曜日にウェブでセミナーやりますんで、はい、APEX のホームページの方に紹介出てます。そちらを見ていただけたらと思います。小杉さんも、参加なさるんですか。私は解説しますんで。そうですか。じゃあそれは楽しみですね。18日にウェブセミナーがあって、21日、はい、来週火曜日に新規上場という、はい、そういう流れですね。はい、まあ、また一つですね、投資対象が広がるという意味ではなかなかなですね。小杉さん、どうもお忙しいところありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。一旦コマーシャルです。